サブカル丼。サブカルチャーを愛する人々にスポットを当てて、君ともキャンディーがお話を聞いていく番組です。君ともキャンディーの心とさやかです。はい、そして今回のゲストは学童でボードゲームを中心に教えている林健二さんをお迎えしました。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ではまず林さんとボードゲームの魅力について語ってもらえますか。はい、ボードゲームは本当たくさん種類があって、ちっちゃい子から大きな大人まで、1時間2時間かけてするようなゲームもあるんで、幅広いんで、まあ、はい、口で言うのもね、説明するのもあれなんで、早速やってもらおうかなと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。で、最初はあれですね、はい、よいしょ。はい、たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよっていう、ね、はい、っていうゲームです。ゲームですね、はい、はい、これは何かというと、中身がこういったいろんなワードが書かれているカードがあります。はい、で、その、カードを配られて、10秒以内に考えてプロポーズの言葉を考えて、親一人親を決めて、その人に向かってプロポーズをします。はい、はい、そのプロポーズされた人は、その何人かプロポーズされた中で一番心にグッときたプロポーズをされた人の指輪をもらうと。はい、はい、で、事前に、はいはいはい、決めてきたので、はい、決めてます、はい、作っていただいたので作ってあります。で、はい、今回、ね、今回、プロポーズ受けるのは、はい、私です。はい、はいはい、でいきます。はい、はい、今回は僕ともう一人、天の声さんの天の声さん、はい、扱ってますんで、はい、この3人の中からどれか一つを、はい、わかりました。はい、では、はい、お願いします。はい、はい恥ずかしい恥ずかしいね。僕の方がもっと恥ずかしい。はい、一緒になってるのかな。うん、大丈夫ですよ。順番に。ではお願いします。はい、はい、きっと運命なんだね。命よりも大切な君を失いたくないんだ。おお、はい、結婚しよう。結婚しよう。おお、ちょっとキュンキュンするね、うん、恥ずかしいね、これ言われるの恥ずかしい。言う方ももっと恥ずかしいですね。では2つ目いきます。はい、僕はどうにかなってしまいそうだ。君は女神、ドキドキする、大切にするよ、結婚しようっていう、恥ずかしい。すごい、ね、なんかいいですね。そうです、これはもう面白いですね。これたくさんカードがある中で6枚配られて、その中から選ぶんで、あ、6枚は決まってるんですね。うん、必ず。はい、はい、じゃあ次は天の声さんの、天の声さんの、はい、お願いします。これ僕ちょっとグッとくちゃうんですけど、強がりな君を僕は大切にするよ、一緒にいてほしい。おで、はい、はい、結婚しようと。はい、ではでは、ではこの中から選んでもらいましょうか。全部いいな。お願いします。はい、じゃあお願いします。マジですか。お願いしますということで、はい、僕が選ばれてしまいましたよ。はい、今回は林さんの。これはちょっとあれですね、役得ですね。で全部いいですね、これ全部ちなみに、ね、ちなみに、はい、どれが良かったですか。ああ、そうだよね。そうですね、私は天の声さんのが好きですね。おー、よかったよね。さやかちゃんのも結構来たよ。面白かったですね。はい、一つ目は、はい、もうこれはもう、はい、照れたら負けです。あ、はい、照れたら負けです。負けちゃったよ。あ、はい、難しかった。じゃあ次はさあ、次は次は、はい、次は何という、はい、ゲームですかね。気を取り直しまして、はい、次はちょっとお二人に頑張ってもらおうと思う。はい、はい、はっていうゲーム、はい、こちらです。じゃあルールを、はい、説明していきましょう。はい、こちらですね、よいしょ、簡単に言うとお題カードがありまして、はい、そこにいろんな言葉が書いてあります。それこそプーっていうのとか、頑張れ、それこそ題名にあるハっていう、はい、うん、あります。でその下にですね、大体8種類
いろんな例えば、それこそハっていうカードだったらそれこそ A から H まで、例えば A だったら、なんでのハとか、 B だったら力を貯めるハ、はい、っていう風にいろんなハ、ね、とかがあるんですよね、すお題が、お題があります。これを一人が選んでもらって、はい、それを当てていくというゲームですね、はい、いわゆるね表現力を競うゲームですね、なってます。じゃあ表現が上手くないとね、これはいけます ね、 ねで、どちらからやりますか。あ、じゃあ私やりたいです、先に。いい、いいよ、いいよ、はい、やりたいです、うん、はい、はい、では早速一枚好きなのを選んでもらって、じゃあこれで、これはもういけますか。これはもう、はい、うん、大丈夫、という、はい、これはじゃあみんなに見せた方がいいですよね。そうですね、はい、大丈夫、どういう大丈夫を私が表現するかという、はい、うん、はい、聞いてる方もよかったら考えてみてください、大丈夫、まず A、 安心させる時の大丈夫、はい、B、 心配して大丈夫、はい、C、 そっけない大丈夫、D、 私に任せなさいの大丈夫、うん、キザに大、あ、E、 キザに大丈夫、はい、F、 詐欺師が言う大丈夫G、 びっくりして大丈夫、はい、H は大丈夫じゃない時の大丈夫、うん、わ、難しい、この世の中のどれをするかっていうのは、こういったカードが A から H まで書かれてるカードがあるので、はい、これを引いてもらって、はい、はい、はい、ではこれで、はい、あ、はい、では、はい、でこれは私が今からやればいいんですね、はい、演技してください、演技、はい、大丈夫？ん？絵が入ったぞ。どれだろう。あ、私は決まりました。いや、どうなんだろう。多分。なんだろう。なんだろうね。いっぱいね、いろんな選択があるからね。難しいよね。難しいよね。はい。はい。では、何でしょう。はい、私は G のびっくりして大丈夫、うん、おー、僕は B の心配して大丈夫だと思うんですけど、はい、正解は、正解は B の心配して大丈夫、今日はなんかゲーム運が今日は強い、なぜか今日は強い、面白い、これすごいですね、これ、うん、やっぱ表現力も大事ですよ ね、 すね、アドリブで絵が入ったっていう、あ、それもね、うん、ですよね、まあ、ギリギリ OK です、はい、では次も次も、はい、じゃ次はさやかちゃんが、はい、やっていきますか。この中から1枚選んでもらって、はい、じゃあそれを、はい、あ、はい、何ですかそれは。言いますね、 A、 って言って、ね、うん、A がアルファベットの AB が膨大な宿題に A、 C に、 C は告白されて A、 D は聞き取れない時の A、 E はスピーチの A、 F マジでの A、 G 半切れの A、 H パニックの A、 すごいいっぱいある、わかんないかも、はい、では、はい、どうぞどうぞ、見た？こっちが分かんない、あ、そうか見た？ OK です、はい、はい、では、あ、いいですか、これ、はい、うん、ではお願いします、はい、どうぞ、え？え？え？なんだろう、あ、分かった、はい、じゃあ私、はい、F のマジでの A、 そうか、僕はB の膨大な宿題に A、 おー、正解は、では正解は、はい、私は F、 F のマジでの、おやったー、イエーイ、でもね、この表現の仕方も人それぞれだよね、ですよね、うん、難しいもんね、楽しいもんね、これ、うん、これ、ね、多分ね、みんなもやってみたら、うん、多分絶対に楽しいと思うんで、やってみてください、やってみてください、はい、そろそろお時間となりましたので、はい、この番組では皆さんのメッセージをお待ちしています。 FM サンミックス @kbn.ne.jp か YouTube の踏み込み TV の概要欄にメッセージをお寄せください。また、はい、出演したい方もこちらからご応募ください。はい、今回は心とさやかとゲストの林さんがお送りしました。
次回もぜひ見てください。お願いします。バイバイ。バイバイ。やってみてね。